皆さんこんにちは、菊地亜美です。今日はですね、皆さんにどうしてもお願いがあり、この動画を撮っております。ですね、私妊娠して今が6ヶ月ぐらいなんですけど、初めての妊娠なので本当にわからないことがたくさんあるんですね。で、自分の妊娠が分かってからネットでいっぱい調べたりとか、妊婦さんの雑誌を買ったりとかして、自分なりにいろいろ調べたりとか学んだりしたんですけど、やっぱり先輩ママ、今妊娠中の同じね、境遇の方とか、育児されてる方、授乳中とか妊娠を経験した方に聞いた方がやっぱり早いんじゃないかなと思いまして、私も母親にね、いろいろ聞いたりしてるんですけど、細かいことはもう何十年も前だから忘れたって言われてですね、それはやっぱり同世代というか、今動画を見てくださってる方からいろんな情報を得られたらなと思ってるので、ぜひ皆さんコメント欄に、例えば生まれる前に買った方がいいものとか、テンション上がって買ったけど使わなかったものとか、子供が生まれてから買うのを検討した方がいいものとか、あと、今もつわりはなくなったんですけど、逆にいろんなもの食べれるようになっちゃって、体重管理がこの後大変になってくると思うんですよ。そこでこんなもの食べた方がいいよとか、妊娠何ヶ月までには何キロぐらいに抑えておいた方がいいよとか、最近友達に言われたのは、臨月で友達が6キロ太ったらしいですよ。だから1ヶ月1キロのペースで太ってたとしても、臨月で6キロ太るからというか、その友達は太ったから、思いがけない時にすごく太ったりするから、極力体重が増えないように気をつけた方がいいよって言われたんですね。そういうのとかも個人差あると思うんですけど、いろんなママさんの意見を聞きたいので、本当によかったらぜひコメントください。あとは安定期に入って、結構歩いた方がいいよとか言われるんですけど、安定期に入る前まではあんまり体を動かしたりとか歩いたりとかはしないでくださいって言われてたんで、全然運動してなかったんですね。今6ヶ月になって、いざ何をしたらいいのかわからないんですよ。ヨガとかも別にやってたわけではないですし、ジムには通ってたけど、同じようにジム通っても多分そんなね、お腹とかに力入れられないから、できることって変わってくるから、もしマタニティ中にこの運動が良かったよとか、したらすごく胎児に良かったよとか、そういうのがありましたら、それも含めてコメントください。ちょっとね、今日短い動画になってしまったんですけど、本当もう切実にこれは聞きたいお話なので、いい話も悪い話もコメントください。よろしくお願いします。そしてこれだけは買っといた方がいいよとか、もしあったら実際にメモって私買いに行くので、そのぐらい初めての妊娠って何もわからないし、生まれるのは夏生まれになるんですかね。夏生まれになるので、夏の子には毛布団はまだいらないよとかさ、わかんないですけど、そういうのとかもあったらぜひコメントください。お願いします。先輩ママ、皆さんコメント待ってます。